みなさん、こんにちは。しおりんちゃんのしほとりんりちゃん。かわいい。しろんです。しろんです。ちょっと待って、りんりとって言わなきゃ。りんりとしろんです。変な声。はい、というわけで今回ですね、はい、というわけでリクエストも多かった宿題をやっていきたいと思う、夏休みの宿題をやっていきたいと思います。かわいい。ペロペロシロン。そうね。はい、はい、まずしほちゃんはね、宿題がどれくらいあるのかから、りみちゃんの方はもうね、一回宿題がどれだけあるのか紹介しましたね。じゃあしほちゃんは、はい、まず、ね、まずサマースキルです。サマースキルっていうのはこんな感じの、うん、あ、問題集ですね。夏休みの完成みたいな。あ、なんか分厚いね。そう、分厚いんです。今までのより分厚いね。そっか、4教科か。4教科あって、国語、算数、社会、理科。国語が中はどんな感じ？ちょっとペラペラしてもらうか、ね、ローマ字とかあって、え、英語もあんの？国語の中に英語がある。多分、あ、22、23、24、25、国語が26ページ、うん、で社会が4ページ、理科も4ページで、うん、32ページと26ページと4と4、今まででやっぱ一番問題数多いね。これが主な宿題ですね。そうです、じゃあ主な宿題です。あと、鶴練習の観察、4年生はゴーヤみたいな、緑の鶴練習みたいなのを飼ってて、それが学校にあるので、うん、1回学校に行って観察をしなきゃ。学校に行くんですか？学校に直接行きます。大変だね、それも。じゃあ絶対1回は学校に行って観察してこなきゃいけないの？観察して水やりしなくていい。1回？しーちゃん、1回、1回以上。1回以上、じゃあ1回じゃなくてもいいってこと？1回じゃなくてもいい。1回でも2回でも3回でもいいってこと？でもしろちゃんは1回。やっぱり。ってことでね、3番目が自学です。自学学習、自学じゃないわ、自習学習。自習学習、自習学習、自宅学習っていうのはな、何だろう、自習、自習学習でいいんじゃない？自分でやるってことですか？そう、家で自分でやる学習のことで、2学期にね、自学の展覧会をするので。自学ノートを貼り出されんの？うわー、やだね。だから嫌なんだよね。じゃあ適当にやってたらダメじゃん。やったらね、適当なのが全部展覧されちゃうわけね。しかも私まだ1ページもやってません。違う、自慢しないでよね。今日24でしょ？大丈夫、大丈夫、やります、ちゃんとやります。自学は、じゃあ自学ノートはどういうことするの？自学ノートは、うん、自分で学習できれば何でもいいですみたいな。あ、ここででも計算ドリルとか漢字ドリルを繰り返しをやる、繰り返しやるっていうことか。そう、あとアイデアがあってね、こんな感じすごいじゃん。なるほど。だからスライム作りとか漢字の成り立ち調べとか。それも自主学習に入るの？そう、千葉県の調べとか。あ、じゃあ逆に漢字ドリルとか計算ドリルを必ずやらなきゃいけないっていう縛りはないんだ。へ、うん、なるほどね。うん、だから旅行スケッチ集作りとか。なるほど、はい、じゃあ本当にもう自分らしいアイディアでやりなさいってことね。4年生はやりなさいってこと。はい、だからもちろん計算ドリルとか漢字ドリルもしても OK って書いてある、うん、なるほど。でも必ず計算ドリルと漢字ドリルを一通りやりなさいっていう縛りはないってことね。ないってこと。じゃあそこまで気合い入れなくても、まあ楽しくできそうな気もするね、少しは。だから自学が一番嫌いなの、宿題の中で。なんで？なんでか分かる？分からん。私決まってなきゃ何しようってなっちゃう。あー、なるほどね。身内不断なのね。そうそう。はい、じゃあ次、一行日記です。一行日記ね。これはもう毎日ちょっとずつ何があったかっていうのを簡単に一行とまとめて書くやつね。そうです。私まだ2行しか書いてません。次、絵日記です。さっき言ったように1枚日記があって、ね、これはリムも絵日記1枚だね。はい、最後です。生活カレンダー。生活カレンダーは主にね、こんな感じで
寝る時間とか何時に寝たとかで何時に起きたとか朝ごはん食べたか歯磨き何回したかとかそういうのを書くものです。生に映ってた、生に映ってました。全員がやるものは全てでございます。これがもう絶対、まあ、みんな同じようにやるものですね。で取り組んでやるものはね、うん、読書感想文と科学工作論文は選んでやる。うん、なんか何にするとかもう決めたの？決まってます。何？科学工夫作品。科学工夫作品を作るんですね。はい。もう一つはですね、習字、標語、作文、やってみたい課題、図工、工作のまとまりから一つ選んでやる、うんうん、やってみたい課題はしおりとね、もう一つあって、あの中からなんかポスター作りとかいろんなのがあるから、そこからやるみたいな。うん、この中だったら習字かなと思ってて、うん、習字。習字。去年もやったね。去年やったから今年も習字かなと思ってます。はい。リミがいなくなっちゃった。うん、じゃあ早速これをねやっていきましょうか。はい、はい。リミちゃんの問題書はどんな何ページぐらいのやつなの？リミ色付きじゃないんだな、私色付き。夏のびのび。夏のびのび。じゃあちょっとこうやってバンって見せてみて。あ、これね。これ何ページぐらいあるんだろう、リミ。リミちゃんは40ページ。私でも72ページだから安心して。はーい。16足す16って40ページなの？16足す16足す8って言ってた。16足す16。あ、ただの16足す16は32です。イエーイ。じゃあリミちゃん32ページですね、40ページじゃなくて。チュナピー、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 チュナピー。このクラス、スヌーピー大好きな子いっぱいいるの。じゃあやっていきますか。うん。お子さん。何、お子さんって。お子さん。お子さん。お子さんじゃない。それ絶対お子さんじゃないでしょ。お子さん。よく見て。だって王に。ねえ、洋歌って六か。K に。王に K。K に。ねえママ。A。に S に。A に。え、じゃあなんで子なの ？K A は何？書きくい。あ、かだ、うん、母さんだ。そうだよな、お子さ さんママ何？10月8日って6 10月8日。うん、8日って6。6は6日。え、じゃあ何？ママ何？8日はなんて言うんだっけ？8日。あ、ねえ、一口で食べるだって。一口じゃないの？一口だ。何一口って悲しくなるよね、漢字わかんないと。わかんなくて悲しくなっちゃった？私もよくあるよ。どれ？あき？もう一回書いてごらん。なんか書けてるっぽいよ、でも。書けてるよ。大丈夫で、自信持って。
っと違うね。その下下がもうちょっとピッピッてなんか木みたいにして。ミミミ。木みたいに。そうそうそう。そう。そう。それで合ってるな。大丈夫。大丈夫だから自信持って。わからなくてもこれから覚えればいいんだよ。ね。そのために勉強するんだから。ほら、りみちゃんまだ1時間もやってないよ。もうちょっと頑張って。ね。ほら、お姉ちゃんも頑張ってるよ。お姉たまも頑張ってるし。ママもちょっと編集頑張ってる。ママもここで頑張るから、みんなで頑張ろう。よし、漢字じゃない、国語終了。32ページ終わった。すごいじゃん。休憩する？あ、やだ、ほんとやだ。すごいな。頑張った。ちょっと休憩しないね。コロン。コロン下行っちゃったよ。シロンもコロンも今眠で寝ちゃってるから。寂しいな。お腹すいた。え、おやつ。ちょっとおやつの時間にはしないけど。お腹すいた。ねえ、見て、お腹へこんでる。超へこんでる。そう。お腹空いた？うん。ご飯。本当にお腹へこんでるの？そう。寝っ転がってるとへこむんだよ。立ってごらん。ほら。ほら。へこんでる？へこんでる。本当？ほら。お腹ちゃん。うん、ちょっとへこんでんのかな。ほら、見て。え、これいつもこれじゃなかったっけ？いつももっと出っ張ってた？はい、じゃあ、おやつですか？おやつだ。何？ご飯。ご飯。ご飯ですか？はい、じゃあね、しばらく集中して、特にしほちゃん、はい、できましたね。はい、まあ、りみちゃんもりみちゃんなりに頑張りました。はい、で、まあ、しほちゃんも今からちょっとね、うん、遊びに行っちゃうということで、友達に誘われて今から遊びに行くということで、今回は終わりにしたいと思います。はい、まあ、一気にね、やらなくてもね。そう、前も毎一日やったんですけど、うん、それも入れて数えます、うん、1ページ、2ページ、うん、結構進みましたね。40+8 48ページ終わりました。すごーい。72-48は調べてまま、うん、あと24ページ、うん、じゃあと24ページ終わらせたいと思います。で、国語と理科と社会終わったので、あと算数の24ページ頑張りたいと思います。はい、あと項目が一つしかないから、だいぶ私的なりには頑張ったかなとは思うんですけど、うんうん、ね、頑張ったね、集中してね。
はい、あと1日あったら絶対終わらせます。うん、習字とこれ一緒の日になりたい。うん、習字もね、そんな2時間ぐらいで終わると思う。うん、意味と入れて。夏のびのびはどれくらい進みましたか、りみちゃんは。20ページ、ね、おー、20ページ進みましたか。え、りみ何ページなんだっけ。36ページだから、あと16ページだね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。グミ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 ペア、存じいらおやつだ。